ダウンスイングでクラブがシャドウイングしない方、インパクトで詰まる方、起き上がる方、この練習を繰り返していただくと必ず良くなってきます。今回のお話は左荷重で右支点、このお話をしていきたいと思います。プロのスイングを見ていただいて、テイクバックを引きながら腰の位置がしっかり左足の上に乗ってきます。そしてこの位置で回転してスイングしています。この正面から見た映像だけ見て、しっかり左側に荷重を移して、そしてスイングをすると、なぜかフリップして当たる。この原因は回転軸が右支点で左が動いているのか、左支点で右が動いているのか、この違いで体を開いてハンドファーストに打てるのか、フリップするのか、この違いが発生しています。それではゆっくり2種類やってみます。左には移動します。左が支点の場合、右支点の場合、2種類やってみます。まず左支点。そして次に右支点。同じ左に移動しながら右と左視点を変えてみました。プロは基本的には右視点で回転しています。右の股関節を中心に左サイドが動くのか、左の股関節を中心に右が動くのか、この中で何が難しいのかというと、左に荷重をかけるとそのまま左サイドを支点に右サイドが前に出てきます。右サイドが前に出ると上体が起き上がり、そしてクラブがシャドウイングしてきた時に右サイドが出ているとシャンクします。なので結果的にトップから右サイドが前に出ると手を下に引きつけるしかなくなり、その時にクラブが起きてくる。ドローボールを打ちたくてもどうやってもスライスになる方、こういった方はそもそも支点の位置が左支点になっている、その影響からカットボールやダフリ引っ掛けが発生しています。それでは実際に左に荷重をかけながら右支点でスイングするやり方、解説していきます。まずトップから切り返すときに、しっかり左サイドに腰の位置を移動していきます。この移動するときに、右の膝はいきなり内側に回らないでください。どちらかというと膝が外に向いたまま左へ移動します。左に移動を始めたら、左膝を伸ばしながら、左の股関節を後ろに引いていきます。テイクバック、右膝が若干右に向いたまま左へ移動、そして、後ろへ引いていく。そしてこのまま左手でフリスビーを投げるように振り抜いていきます。大切なポイントは左の膝をしっかり伸ばしていくこと、そして左の膝を伸ばすときに左のお尻、これもしっかり後ろに突き出していくこと、左の太ももの後ろがストレッチされて伸びる感じ、これが大切です。これまで右サイドを出さないで左サイドを引いてくださいというお話をしてきました。すると、初めてやった方は、右体重になってしまいます。ドライバーならこれは打てないことはないかもしれませんが、フェアウェイウッドやユーティリティ、アイアン、ショートアイアンになってくると、体重が右に残ったままは、あまりコントロールが良くありません。なので、引きながら左に移動、そして、しっかりお尻を後ろに引く。そしてこの時にグリップはまだ腰ぐらいの位置までしか降りていません。
伸びるときに降りるわけではなく、まだグリップの位置は高い位置。まずはクラブを振ることなく、1、2、1、2、こういう素振りをやってください。左に移動して、そして引く。左に荷重をかけながら、荷重がかかったまま後ろに引く。当たる瞬間に左の膝が曲がって体重を支えてはいけません。しっかり体重が乗って支えた場合は、これは左が軸になっています。あくまで軸、支点は右。ですが、体重は左。左荷重で右支点。この使い方を実践していただくと、しっかり体重をかけながら、そして左回転するときの遠心力に対して、求心力、引っ張る力も発生してきて、ダウンスイングでクラブがシャドウイングしない方、ドローが打てない方、インパクトで詰まる方、起き上がる方、この練習を繰り返していただくと必ず良くなってきます。若干言葉で聞くと複雑ですが、ゆっくり素振りで確認しながら、こういう動き、一度試してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。